出しすぎです。はい、ありがとうございます。では。では次は福音さんです。よろしくお願いいたします。はい、大垣から来ました福音と申します。夫婦ユニットです。よろしくお願いします。あ、バシお待ちを。See you.
すいません。100年経っても好きでいてね、みんなの前で困らせたり、それでも隣で笑ってくれて、選んでくれてありがとう。信じ合っても分からないこともあるでしょう。その孤独と寄り添い生きることが愛するということかもしれないから、いつかお父さんみたいに大きな背中、
小さな頃は体が弱くてすぐに泣いて甘えてたの。いつも自分のことばかり精いっぱいで親孝行なんてできてないけど、私はそれほど変われないと知っても、一歩ずつ与えられる人から与える人へ変わってゆけたなら、いつかおじいちゃんみたいに無口な か。あなたの笑顔によく似た男のこと、いつか私と同じ泣き虫なんだけど、どんなことも越えてゆける家族になろうよ。あなたとなら生きて幸せになろうよ。ありがとうございました。飛び道具でごまかしてます。では最後の曲になります。ありがとうございます。お約束のやつ、じゃああと20曲くらいすみません。じゃあ最後の、曲で、あんまり知ってる人が少ないかなと思うんですけど、氷室京介さんのダイヤモンドダストっていう曲なんですけど、ちょっと昔ドラマの主題歌で、なった曲なんですけど、やりたいと思います。お前の心を今日も泣かせて、天使たちが試している、俺の愛が光るガラスか、灰まみれのダイヤモンドなのか、夕日がいつか答えをあぶり出すだろう。今は Love me new、 お前を愛すことが生きること、輝くこと、
ありがとうございました。